はい、どうもピューバです。前回の動画でこちらチェックスさんの水替え砂利掃除が同時にできるミニオートクリーナー、こちらのレビュー動画をアップしました。実際の商品がこちらなんですけど、低小掃除や水替えに使うクリーナー、これの先端にモーターがついていて、電動で水替えや低小掃除ができるっていう商品です。前回のレビュー動画では実際にこの低い位置にある水槽、これの水替えと低小掃除を行ったんですけど、まあとっても便利。二段水槽のこの下段に置いてある水槽とか、あと地面に直置きしているメダカのビオトープとか、そういった水替えにもミニオートクリーナー役立つと思います。このあたりの使用感については前回のレビュー動画をご覧ください。今回の動画ではそのレビュー動画にいくつか同じコメントをいただいたので、そちらを検証したいと思います。そのコメントというのが、このミニオートクリーナー排水じゃなくて吸水はできるのか、今回はそれを実際に検証したいと思います。実際どの高さの水槽まで電動で吸水できるか、僕も気になります。それでは早速やっていくんですけど、その前にこの商品のスペック表、こちらにですね、最大用程、こちらが記載されています。それによると 50Hz の場合は 33cm、 60Hz の場合は 42cm となっています。東日本は 33cm で、西日本は 42cm まで水を持ち上げられるということですね。この情報通りであれば、この床に置いてある水槽、今隣にバケツを置いてるんですけど、これも当然床ですね。この水槽が30センチ以下なので、これは確実にいけそうですね。で、今これホース外しちゃいました。まずこれで直接水が注げるかどうかやっていきます。スイッチ。オン。まあ、これは余裕ですね。ちゃんと水が流れています。ホースも繋いでやってみよう。ホースの長さが 1.5 メートルあるので、まあ、結構ダルダルっとなっちゃうんですよね。で、ホースの折り目とかがあるので、ちょっと水の流れがよろしくない。こうやって注ぐか。スイッチ、オン。長いな。あ、いけた。水の流れがちょっと悪いかな。ちょっとね、ホースがかなり癖がついてるんですよね。これ直せば水の流れ良くなりそうなんですけど、なかなか直んないよ。まあでも水は流れます。なので、ちょっとね、今アベニーちゃんがすごい不思議そうな顔で見てる。この程度の高さであれば全然余裕で自動給水できちゃいます。皆さん床置きの水槽に給水なんて興味ないですよね。皆さんの興味のあるのはこちらの水槽台の上の水槽、こちらに自動給水できるかどうかやっていきましょう。我が家で使っている水槽台はチェックスさんの白いスチール製の水槽台です。これの上の段は約70センチ、68センチの高さにあります。30センチの水槽を置くと約1メートル、床から1メートルの高さに水をあげないといけません。それを今実験してみます。どんな結果になるかちょっと楽しみですね。ではこちらのバケツにミニオートクリーナーセットして、中間スイッチを手に持ち、こちらのホースの先端を、これで OK かな？見えてるかな、これ。よし、じゃあスイッチオン。頑張れ頑張れ。上がらないか、さすがに上がらないか。ちょっとホースのたるみを、よいしょ。あ、無理っぽいか。ちょっと無理っぽい。一旦オフにして、もう一回スイッチオン。あ、頑張れない、頑張れないか。どのくらいまで水が上がるかというと、今ここがホースの先端ですね。スイッチ入れますね。スイッチオン。はい、今画面のギリギリ、ここまで水が上がっています。で、これはホースを引っ張り上げると、まあ、下がって同じ位置、ホースたるませると、うん、やっぱり同じ位置に水位が止まるので、これが限界なんですね、きっと。ちなみに床からの高さはというと50センチですね。このミニオートクリーナー、水を持ち上げる力は床から50センチという結果になりました。バケツの中にはどんな感じでセットしたかというと、吸盤使ってこのバケツの一番下にくっつくくらいにセットしています。で、吸水ノズル水平にバケツの底につけちゃうと水が吸えないかもしれないので、斜めに設置していました。この状態で床から50センチくらいまでしか水は上げられません。水槽台の上に設置している場合は水槽への自動給水不可能ですね。
ちなみにスペックには東日本で約33センチの羊蹄と書いてあるので、一応モーターからということで、モーターの端っこ、ここら辺ですね。このノズルからモーターのてっぺんまで10センチくらいなので、ここから33センチの高さがスペックに記載されている数値です。今回実験では床から50センチまで上がったので、モーター先端からは40センチくらい。なので、おおむねスペック通りということが分かりました。西日本だとあと10センチくらい高くまで上げられるはず。そのあたりは西日本の方、興味があれば実験してみてください。というわけで今回はミニオートクリーナーを使って自動給水はできるかどうか実験してみました。実験結果は床置きの水槽には給水できます。ただしスペックに書いてある通り、東日本は33センチ、西日本は42センチ、最大羊蹄が決まっているので、水槽台の上にあるようなこういった水槽には自動で給水することはできませんでした。皆さん納得いただけたでしょうか？自動給水でこれ使いたい方はちょっと考え直した方が良さそうですね。ただ前回のレビュー動画の通り、低い水槽の水替え砂利掃除とても便利なので、そのあたりの用途で使いたい方は検討に値するかと思います。それでは今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。